はい、皆さんこんばんは、キースです。ではファイナルファンタジー7リメイク続きからいきましょう。よろしくお願いします。引き続きね、7番街スラム目指していきましょう。さあ今度はどんなエリアなんでしょうか。2人は先に行ってるみたい。通称ここか、列車墓場。列車墓場、物騒だね。あそこに見えてる車両倉庫の向こうが7番街のはずだよ。明かりのついてる場所を通っていこう。明かり、明かり、明かり、あれか、あれだな。列車墓場、これ出そうだね。これ出そうな雰囲気あるね。大丈夫かこれ。おお、これは完全にやばい。これ、これ出るでしょ。人全然いないね。普段は誰も近寄らないの。モンスターだけじゃなくて怖い噂もあるし。やっぱり列車墓場にはお化けが出るって。夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻って来られなくなるんだって。やばいやばいやばい、怖い怖い怖い。お化け、子供だらしだって思うよ。クラウド、お化け大丈夫なの？私も。でもビビってんじゃん。早く抜けよう。さあこの3人の中で誰が一番ビビりなんでしょうかね。実はクラウドだったりして、でもティファも意外とね、乙女だからね、怖がりかもしれない。エアリス姉さんなんか大丈夫そうだな。肝っ玉が太そうだもんね。じゃあこの雰囲気のある列車墓場を抜けていきましょうか。どこ行きゃいいんだ。とりあえずこっち行けるな。落ちてみようか。なんかあるかな。あ、診断ボックスじゃない、あれ。ちょっと待って待って待って。やばい、見てください、これ。見てください、これを。めっちゃ手垢。手垢なのこれ。手の跡ついてるんだけど、これホラーじゃん、絶対。まさかのホラー回ですか今回は。やばいぞ、これは。いや、でもね、シンラもやばいことするよね。7番街スラムに7番街プレートを落とそうとしてるとね、腐れ下道なことをしようとしてるんでね。これは止めんといけんですね。お、こっちなんかある。シンラボックス。これは、あ、さっき入ってきたところの裏手に来たのか。なんかある。お、あ、宝箱。これしかもいい色んなやつじゃん。レアアイテムかな。ミシュリルロッド、これ新しい武器だね。エアリスかな、見てみよう。エアリスマジカルロッドなんだよね今。あー、これ多分強いやつだね。一個強いやつだ。でもまだマジカルロッドのこれ技ね、マジカルサーバント全然熟練度ゼロなんで、まだマジカルロッドですね。あ、でね、これマテリアね、結構ね、大事なんですね、組み合わせが。この3人のね。でね、今回ね、ちょっといろいろ変えたんですよね。これ始める前に。今までね、クラウドにね、全部やらしてたんですよ。回復も攻撃もね。ただちょっと回復は、今回からエアリスに専念させて、魔力高いからね。で、アタッカーで、クラウドとティファっていう感じでいこうかなっていう感じですね。どこ行くんだ、これ。どこ行けばいいんだ？ん？他に行くとこあったか？こっち戻るのかな、一回。まあ、っていう感じなんです。ん？あ、敵だ。お化け、お化けじゃない。ネズミだ。ネズミかよ。ビビらせんじゃねえよ。次に備える。お化けかと思った。わかってる。どこ行くんだ？あ、上行ける。ここ行こう。マテリアの組み合わせがなかなかね、奥が深いんですよね。よし、あ、上行くんだ。降りれんのかな。よし、行くぞー。怖いな、怖いな。やだな、やだな。お、ここ行けそう。なんもないよね、宝とか。行け。入るか。お、お、あ、出た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 。出ましたよ、皆さん。これ、ポルターガイストじゃないか。うわ、ダッシュできない。これ、絶対なんかいるわ、これ。やばいぞ。いやー、なんだこれ。ただのモンスターじゃない。ちょっと待ってよ、俺ね、あれだね。エアリスの熟練度上げたいな。あの、武器の技の。なんだっけ、これだ、マジカルサーバント。これを使って戦おう。エアリスはできるだけ離れてね。守備力低いんで、魔法を打っていきましょう。魔法を打って、よっしゃ、重要なボーナスゲット。魔法を打っていきましょう、魔法。魔法を打っていきましょう、魔法。魔法を倒しちゃう。まだ生きてるか。ファイヤー打ちましょう。はい、はい、まだ生きてる。あ、疲れ。よし。ビビらせんなよ、マジで。こっち行ける？行けねえわ。子供がうろつく時間じゃない。あ、やばいやばいやばい。出るな、出るな。子供のお化けか。
やばい、子供の霊がいるわ、ここ。除霊しねえと、除霊。悪霊隊さん、悪霊隊さん。音楽も怖いもんね、なんか。ビビらせに来てるもん、これ。あ、あった、ティアガボックス。よし、ハイポーション、いいね。どこ行くんだ？これ、なんか同じ感じだから迷うな。こっちかな？もう誰が火炊いたんだ、これ、怖っ。誰だ、誰もいないはずなのに火炊いてる。これもホラーじゃねえか。こっちかな？行ってみよう。ここ通れる？ここ通れるっぽいね。行こう行こう。来るなよ、何にも。何にも来るなよ。何にも来るんじゃないぞ。来るなよ、来るなよ。来いってことだからね。来いよ。あ、あ、今見た。見た、見た、見た。見た。今見た。見た、見た？右。今絶対あれ、人玉的なやつじゃないの、あれは。いるね、ここ絶対、確実に。感じるわ、ビンビン、容器を。容器感じるわ。よし、降りてと。こっちになんかいたよね、今、人玉みたいな。あ、いなくなってる。え？しかもこれ上も行けるし、こっちも行ける。おお、なんだなんだなんだ？落書きか？あ、子供の落書きだ、これ。ちょっと可愛いんだけど、これ。なん敵か？あ、敵だ。待って、あ、マジカルサーバーで撃った。マジカルサーバーで撃った。離れてと。離れて。よし。まだ溜まってない。溜めて、よし、マジカルサーバーだ。マジカルサーバーと撃ってから、で、魔法を一発撃たないといけないんですよね。はい。よし、熟練ドボラスゲットと。なんだこの絵は。なんでそっち行くみんな。みんな、待って。早いって、姉さんたち。ちょっとこれ見てこうよ。明らかに可愛いな、これ。なんだこれ。お化けだな、これ、絶対。あんな感じのお化けが出てくるのかな。ちょっとこっち行ってみようよ。気にならない？こっち。なんかあるんじゃないの？こっちなんかあるでしょ、どうせ。あ、ほら、あった。ほら、みんな急ぐから。1ギル？ちょっとバカにしてんだ、これ。道間違ってるよって書いてあるね。あ、ちょっとこれ、なんか遊ばれてるね、お化けに。絶対しばくわ、あのバケ。このバケ。出てこいよ、早く。除霊してやんよ。来いよ。来いよ、来いよ。ビビってねえぞ。早いね、姉さん。なんで道知ってんの？早いって。早い、行き急いでんの、お前ら。あ、戻れない、これもう。無理じゃん。ないよね。あ、戻れないわ。あ、笑い声聞こえる、笑い声聞こえる。どこだ？あ？できた。そっちを任せる。エアリス姉さん、エアリス姉さん。いた、いた、やばい、近い、近い、近い。こっちから来てる、こっちから来てる。よろしくね、私の出番。よし。うう。お化け出てこないんですけどね。来てるんだな。よっしゃ、潜りメダル。また潜り屋のとこ行けるわ。回復しとこうかな。ここは、エアリスさんにお願いしましょうか、回復。多分魔力高い分、回復力高いはず。よし、全体回復。よし、こいこう。お、今度は上だ。さあ、渡っていきましょう。このままいけねえかな。無理か。もうあっち7番だよね、7番街だよね。まだ結構ありそうだね。あ、来た、また平均台。好きだね、これ。もうみんな慣れてきたでしょ。よし。ついてきてるよね。お、ついてきてる。おー、また笑い声聞こえる。どこにいるんだ。なになに？あ、落ちた。完全に遊ばれてるね、これ。絶対に芝生。大丈夫。出てこい、お化け。こっちは、なんとか。お、なぜ心配。うん、平気。大丈夫？よしよし。見て。なになに？あ、また来た。カモンって書いてある。来いってこと？こっちにおいで。私たち呼ばれてる？レイに？マジで？今日はビビってる？大丈夫？結構すぐ行くね。なになに？なんかマジいんのかな？なになに？何これ？ここが車両倉庫か。おお、めっちゃ絵が。かわいい。本当に敵なのか？あ、開いた。自動ドアだ。あ、今なんか、見えたんだけど、人玉が。
これって切れたな。ビビってんの？行ってみよう。え、さすがエアリス姉さん。でも大丈夫、凄腕のボディーガード怖くないんだ。おおっと、積極的、モテてるよクラウド。専門外だビビってんじゃんクラウド。おそんなこと言わないで。おっと、ティファも分かったから今日は積極的、離れてくれ。モテてるぞモテてるぞこれは。さすがイケメン。え、ね、これで行くの、これで行くの、アクション動けるの。あ、離れた、あ、離れちゃった、マジかよ。すいません姉さん、もう一回お願いします。もう一回、あれダメですか、もう一回は。ティファさん、もう一回お願いします。引いてるみんな離れていった、マジか。こっちなんもないのかな。あ、死んでもこない。よし。お、ハイポーションめっちゃある、ラッキー。いや、今モテてたなクラウド。モテ来たな、行くか、じゃあ。お、なんだ、今日7番街駅、車両倉庫。来るか来るか、あ、来るか、どこ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 だよ。お、ちょ、なんで全速力で走っていくの。姉さん、エアリス姉さん、どこ行くの。全然ビビってる。何見つけた。マジ嘘。ねえ、ちょっとお話しよ。エアリスなんかあれだもんね、人には見えないもの見えたりするもんね。お、出たぞ、子供じゃん、やっぱり。何なんだこれは、何なんだ、本当に霊なのかこれ。おっと、モンスターか。あ、エアリス全然ビビってねえ。お、なんだなんだ、ちょっといいやつっぽかったのに。あ、こいつなんかちょっと悪いやつか。あ、悪いやつだ。いい霊と悪い霊がいるのか。なんなんだ、ゴースト見破りたいんだけど。見破る、あったっけ、あったか、見破ろう。ゴーストさん、列車かまで目される幽霊体、通りかかった者にいたずらしたり危害を加えるが、その動機は明らかになっていないと。ああ、物理攻撃が出るとシールド、魔法攻撃が出るとリフレクを展開する。あ、めんどくせえんだな。シールドや魔法攻撃、リフレクには物理攻撃で対抗しよう。弱点は炎。オッケー。当たんね。ファイヤー。ファイヤー。あ、ちょっと待って、姉さん。姉さん。姉さん使いたい。姉さん、今もう魔法ダメだ、今。魔法の時間じゃないわ。はい、魔法の時間来ないかな、魔法の時間。来ないな、物理だ。落ち着いていく。私に任せて。ほら。消えた、消えたぞ、どこ行った、私の出番、どこ行った、どこ行った、しまった、痛い痛い、まだ物理か、どこ行った、スパース入った、クライプレイバー、あ、倒しちゃった。ふぅ、マジドバクじゃん。こいついい方だよね、こいついいやつっぽいやつ。お、やる気か。こいつはモンスターだ。でもいいお化けかもしれないよ。だけど、なんかちょっと悲しそうな顔してるもん。たくさんいるのかな、お化けが。浮いてね、あれ。どっか行った。え？あれどっか行っちゃったぞ。結構早い。お、動いてる動いてる。つぶすき、つぶすきですか。ん？逃げろ！おーおお。あ、通れなくされた。通せんぼか。一歩もしかしたら死んでんのこれ。無事か。ナイスクラウド。あ、嬉しそう。ありがとうクラウド。いやー、頼もしいでしょう今日のクラウドは。一味違うわ。よしよし。いいぞ今日のクラウド。別のルートを探すしかないな。別のルートか、わかりました。ん、こっち向いてるってことはこっちか。集中してこ、あ、敵か、はいはい。ほらほらほら、ほら、痛えな、かかってこい。ほら、スカイブレイバー、そっちを任せる、痛えな、
プレスキャン。うわよし。ふう。で、どっち行きゃいいんだ？ここ？入れないじゃん。どこ行きゃいいんだ、これ。どこも行くとこないんですけど、どうしたらいいんだろう。ねえ、どうしよう。おい、取れないもんね。切れねえし。飛べるんじゃね？お、なになになに、アナウンス来たよ。怖い怖い怖い、なんだよこれ。お、マジホラーじゃねえかよ。あ、明かりついてるし、いつの間にか。こっち入れんのか。行きましょうか。なんだなんだなんだこれは。ラップ現象か。確かに。クレーンは上か。上。あ、クレーンで持ち上げるのかな。なんだこんな意地悪すんの。何の理由があるんだろうね。上行ってみましょうかじゃあ。こちらね。どこだ。これどこだ。なんだ。カモンって書いてある。入れんの。ここ入れねえじゃねえか。何がカモンだよ。ふざけんな。あ、これか？これかな、クレーン。動く？ダメだな。電源が落ちている。これもマジかよ。かな。電源どこかで操作してる？電源をどこかで操作してる。それ電源のとこに行くのか。お、また来たぞ。どこ行く、どこ行くんだ？あっち行った。結構意外と広いな、ここ。どこ行くんだろうな、まあ、とりあえずうろうろするしかないでしょうね。ここ開くかな。開いた。失礼しまーす。お化けさんいます。お化けさん、ゴーストさん。お、死んだボックス。なんかいるの。見つけた。え、いた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 。またゴーストじゃん。ファイヤー。はい、オッケー。ふう。ふう。倒した。なかなか厄介だね。切り替わるから。物理と魔法で、耐性が。で、どこだ？こっちはいけないのか。こっちだね。広いね。あ、宝箱ある、あっち。取りに行きたいな。いけるかな？空いてるとこある、あるある、あるあっかな。お、開いた、ラッキー。またお化け出てきそうだな。いるかな。絶対いるじゃん。見たい。いるフラグじゃん。見っけ。見っけじゃねえよ。うわっ、うわっ、はい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 。マジカルサーバント。どっか行った。どこ行った、どこ行った。あ、いけいけいけ。さあさあ、よし、魔法撃てる。ファイヤーでいいや。ファイヤーしかない。ファイヤー、はい。マジカルサーバント習得したわ、やった。で、どこ行けんじゃん。こっちか。こっちは宝箱なかったっけ。あ、まだまだダメなんだ。こっちがあるんだ。あ、こっちかな。ここに宝箱がある気がする。ありませんでした。ありましたね。よし。ゲッツメガポーション。で、で、で、この扉は多分あれ戻るんだよね。開かなかったところだよね。やっぱりそうだよね。ロック解除と。したところでっていうね。でっていうね。あっちか。あ、こっちか。こっちに行きゃいいの。ちょっと。上も行けるな。下も行けるけど、上行ってみようか。上何があるんだ。お、なんだなんだ。あー、開いてね。反対側にも扉あったみたい。
ボックス。ぐるっと回り込むしかなさそうだね。マジか。あ、じゃあ降りるんだね。なかなか広いですね、マジで。よし、じゃこっちからぐるっと回れるか。お、アイテム発見。お、この玉だ、この玉いけた。この玉じゃねえ、人玉だ。山彦煙幕、登ろう。まあ、こっちで合ってるはずなんで大丈夫でしょう。新しいとこ来たぞ。さあ早く。ボスとかいんのかな。お化けの大将がいんのか。あ、なんか今ちょっと音楽聞こえなかった。ベンチの音が聞こえた。ごめん、急いでるの。甘いかった。いや、音だ。よし、ふう。今さ、どっかで音楽聞こえなかった。どこだ。上か、上かな。あら、聞こえる聞こえる。どこだ、ここか。ここじゃないっぽいな。どこだ。あ、宝箱。お、聞こえる聞こえる、めっちゃ聞こえる。千ギル、やった。どこだ、上かな。めっちゃ鳴ってるやん。お、やった、ベンチだ、大好きな。やったぜ。ふー、あーあああ、よし、全開よ、これで。よし、あ、これなんか戦闘の音楽じゃない、昔の。買っとこう、これだ。戦う者たち、ゲットゲット。欲しいもんある？特にないかな。オッケー。別にないですかね、今欲しいものは。こんなないですね、はい。じゃあ行きましょう。こっちも行けるっぽいぞ。入れんのか。お、入れる。なんかあんの？これだ、ここかよ。これでクレーン動かせるのかな。おっと、電気消えたぞ。なんだこれ、嫌な予感がする。怖いな怖いな、やだなやだな。ティファが守ってる。あ、ティファじゃない、エアリスが守ってるよ。お、来た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 。何これ、浮いてるぞ。なんだこれ、本か、ファイルか。なんでこの敵があんだ、やめろ。うわぁ、すげえ力、危ない。なんでそんな襲うん、何したっていうの俺たちが。え、エアリスだけ襲われてない、何なんだこれ。神か。悪霊大さん、悪霊大さん、すげえな、集合していく。お化けが、お化けの集合体が出てきた。やばいやばいやばい、結構でけえ。やべえやべえ、すげえパワーだ。おうおうおお、おお、なんかすげえまがまがしいぞ。なんかすごい、なんかすごい、すげえ強いボスみたいな演出。強いのかな。遊びに付き合う暇はない。さあ来い、来たぞ。どうするんだこれ、見破りたいな。ちょっと近づけねえ、近づけねえし、ポルターガイスト。いて、いて、どうせ、いてえな、おい。聞くね、物理聞くじゃん。お化けなのに物理が聞く。謎。何何何食らったの。いえ。回復したいです、回復したいです。さあ、行くよ、私の出番。魔法タイムに入ってるから。離れた方がいい、魔法タイム。それ。でれでれ、やめろ、やめろ。あー、なんかマジック使えなくなってる。どうやったらマジック治るんだっけ。どれだっけ。まあ、ちなみにこれだ、飲み込みマーク。よし、とりあえず回復、絶対回復。心配ないよ、やっ、協力してこ、物理の時間だ。お、インフィニティエンド使える。ほら、暗い。
まだ魔法ガスか。魔法タイム、魔法タイム。頑張るね。はい。飛びついて。よろしく。魔法タイム入ってる。当たれ。あれ、ファイヤー。当たらない。消えた。なんだこれ。ガラスを。何これ。なんだなんだなんだ。なんだ。バカバカしいな。おい。何何何これ。変な音が出た。また物理タイムだ。ねえよ、いてえ、いてえ、なんだこれ。届かねえよ。ストライク。ファーストラッシュ。ファーストラッシュ。よし、やっとください。いけ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 。来た、リミット。おぎり。くらえ。ほら。よーし、俺なんかマテリアゲットした。消滅倒した。ふう、かくれんぼ、誰かに見つけてほしくてずっと待ってたのかな。そういう話なの。何の話だ。じゃあなんで殴ってくる、なんで攻撃してくるんだ。戻ってクレーンを動かそう。よし、倒したぞ。よし、じゃあクレーンのところに戻ろうかな。何だったの。寂しくて構ってほしかったの。列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられない。なんだこれ、こんなのがあったの。捕まってたら危なかったのかな。捕まってるのはあの子たちかも。その話はもう。帰れない原因、それだったら。え、どういうこと、どういうこと。子供たちが捕まってんの。よし、じゃあ戻ってきました、クレーンとこまで。意味深ですよね、さっきの会話。シンナ関わってんのかな、もしかして。どうなんだろう。子供、子供たちね、子供たちが誘拐されてんの。よかった、動いたね。通れるようになったかな。行ってみよう。よし、じゃあ、まあ、その件は一旦置いといて、じゃあよし、じゃあ戻るか。これで通れるようになったんだよね。行きましょう。どっから来たんだっけ。ここか。あれ、こっちか。ここから来てこっちに行くってことか。これで通れんの、行けるのかな。ん、行けれねえの、行けれねえのか。あ、行けれんのか。んごめんなさい、ぐるぐる回して。こっちでいいのかな。なんか音がするけど。あ、うん、何これ。トカゲじゃん、トカゲじゃん。ほら、ふう、やまびこ煙幕ゲット。沈黙を治す薬ですね。入ってる、何も入ってないし。で、こっちかな。あ、こうやって行けばいいのか。もう出てこないし、何にも。もう退治したもんね、お化けは。あ、ベンチある。やったね、うん、お、抜けれたみたいね。早く外へ。ビビってるね、ティファ。これ…え、悲しんでんじゃん。どうしたんだ。何があったんだい。え、幼女マリン、マリンちゃんじゃん。どうした。風に連れて行かれた子はね、ずーっと列車墓場をさまようんだって。娘だよね。危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだよ。うん、わかった。なんでマリンが。それでね、昨日はベティがね、お父さんと…めっちゃ可愛いやん。どうした。父ちゃん、遅いね。アバランチのね、活動で ね、今日は帰ってこれないかも。
めっちゃかわいそう。え、そういう、こういう子供の、この悲しみが集まったのかな。マリあのね。早く七番街に帰らないと。バレットもね、まあ、娘の未来のために頑張ってるんですけどね、やっぱり寂しいよね。平気か。うん。さあ、行こう。なんかちょっと、ちょっとなんか、あれだね。悲しいというか、なんかちょっと、寂しいというか。あ、そういう話なんだ。マジか。ちょっとマリンが心配ですね。ちょっとベンチ座れば、その前に。はい、ということでね。じゃあ今回はね、この辺りで終わりたいと思います。いや、マリンもね、寂しがってるんで、早く、7番街に戻りましょう。では、今回はこの辺りで失礼します。ご視聴ありがとうございました。